毎時にラブリーゲームズです。今回はね、こちらのゲーム。そう、皆さんご存知、セブンデイズトゥーダイ。こちらでね、遊んでいきたいと思います。いよいよ満を持しての登場ですね。まあ、満を持しすぎだろうっていう話は置いといてですよ。早速、遊んでいきたいと思います。で、ゲームワールドが、なんじゃこれ。固定マップじゃなくて、新しいランダムワールドで、ここはいじれないのかその他の設定。定が難易度はね、これ、普通でいきますか。で、ルールなんですけど、まあ、1回でも死んだらその時点でゲームオーバーというルールで考えております。まあ、某実況者さんのパクリなんですけど、まあ、果たして何日間生き延びることができるのか。というところでね、まあ、やっていきたいなと思います。24時間と3分が60分と。で、昼間は38時間。ブラッドムーン、フリークエンスが7日間。ブラッドムーンレンジ。これも7日でいいのか。で、ブラッドムーンの警告が、ないよ。夜だよ。じゃあ、これにしておきますか。で、昼間ゾンビは歩く。夜は走る。フェラルも、いろいろ選べるんですね。じゃあこれもスプリントにしてみましょうか。で、ブラッドムーンゾンビもスプリント。プロファイルでパーシステント、これはこれいいかな。ダメージとかいろいろありますね。で、ルートリスポーンタイムは、これはディゼーブルとしておきます。まあ、その方がね、リアル感が出ていいんじゃないでしょうか。で、エアドロップが7日ごと。エアドロップのマークはオンにしておきましょう。はい、じゃあね、1回目ということでやっていきたいと思います。いや、個人的にアルファ16で遊んでたんですが、結構ブランクが空いてしまってね。17ではほとんど遊べてないんですよね。何回か遊んだんですが、すぐに死んじゃってですね、なかなか難しいなと感じておりますが、果たして今回は
何日間生き延びれるのでしょうか。でも16からいろいろ変わってね、もう本当に別ゲームみたいな感じなのでね。まあそのあたりは気持ち新たに遊んでいきたいと思います。はい。まあいろいろ書いてますね。グッドラック、ノア。いきなりやけもりからスタートですか。はい、じゃあまずお決まりのいろいろ作っていきましょう。ペットロードを作ってくださいと。いや、久しぶりだな、この感覚。E ボタンで、あれですね。サブシステンスだと F なんで、ここ。間違わないように気をつけたいと思いますが。ベッドロール。クラフト。袋が落ちてないですね。あ、あったあった。で、羽もゲットして、あ、卵か。お、いきなり鍋がありましたね。ペットを配置。で、次が石斧を作れと。で、次が服を作れと。ファイバーとローピング。草が全然足りないですね。作ってズボン作ってシャツを作ると。で、ウェア、これもウェア、これもウェア、あと靴。
ティウェア。やけもりって確かあれですね、ワンちゃん出てくるんですよね。ちょっと怖いので、早く、普通の森に行きたいんですが、どっち？こっち行ってみようか。で、次が、コンボを作れと。コンボ、はい。次が弓を作る。弓と矢ですね。いや、この辺りもね、テンポよく進めていかないと、後が厳しくなってきそうですね。お、第一村人じゃなくて、第一ゾンビ発見。焼け森を抜けたな。砂漠ですね。で、アルファ17は結構敵ゾンビのリーチが読みにくくて、当たらないだろうと思ってて当たったりするんですよね、相手の攻撃が。よし、防音ナイフに変わりましたね。防音支部だったんですが、まあいいや。と、鳥は厄介だな。
で、次が、何すんの？木を集めろ。木がないな、まだ。あ、そっか。で、ウッドフレームを作るんでしたよね。いや、もう完全に忘れてます。この辺りの荷物も整理かな。で、次がこれをアップグレード。で、キャンプファイヤーを作って、キャンプファイヤーを置く。で、これもリペア。じゃあ、とりあえずこの上に置いときます。グッジョブサバイバー。で、次がトレーダーを探せでしたよね。トレーダーの居場所を突き止めろ。結構遠そうだな、ここか。これ後でもいいのかな、トレーダー。ちょっとトレーダーは後回しにして先に拠点の確保をしたいなと思います。生き延びるのが先決ですからね。で、下手に建物の中に入っちゃうと、またゾンビが湧いてたりするので、で、それで毎回死んじゃったりしてたんですよね。なんで、どっか平らな屋根のところに行きたいのですが、とりあえずここは平らな屋根か。
りあえず砂漠にはユッカがあるので、飲み水の心配はしなくていいですね。か。全然ダメですね。おし。今のはサブシステンスのやってた甲斐がありましたね。なかなか、まあセブンデイズの方が動物に狩るの難しいのかな。同じとこゴロゴロしてんのかな、これ。こっち側ちょっと行ってみましょうか。こっちの方。いや、なんもないかな。街はこの辺で切れてますね。スキンヘッドが2人。すごいな、あの建物。なんだろう。なんかの工場ですかね。
さあ、そろそろ拠点を決めないとまずいですね。なかなかいい建物がないなあ。とりあえずじゃあこの上に一旦拠点を構えましょうか。木が全然足りないな。木。なるほど、ユッカジュースを作るのに水を使ってしまったのか。そういうことか。おお、一発。2人も相手にするのか。いっぱいいるね。
ちょっと騒がしいな。じゃあ一回いらない荷物は置いておいてですよ。食料を確保しに行きましょう。水はないな。ここにあるかな。お、あったよ。おお、まずいな。よし、じゃあとりあえず飲み水は確保したので、お、危ない。
あとはひたすら物資を集めましょう。コンパウンドボウが手に入った。よし、倒しときましょうか。
そろそろゾンビタイムなんで。拠点に戻りましょうか。火が若干少ないな。はい、じゃあ戻りたいと思います。ゾンビが上がってこれないようにですね、ここははしごをやめてウッドフレームで代用しましょう。じゃあね、今回はこの辺で切りたいと思います。皆さんもいいゲームライフをお過ごしください。ご視聴ありがとうございました。